そしてドラゴンズは高橋宏斗降板、2番手勝野がマウンドに上がっています。ジャイアンツはその打順がかなり固定され、中田が離脱をしてこの4番の岡本、今三振に倒れましたが、瞬発力使うときに やっぱりもう一回やってしまうとダメなんでね。中田のこの復帰で考えてもそこまで急ぐ必要もないような感じにもなってるような感じですか。まあそれはね、でもただ本人は早く帰ってきたいでしょうけどね。中田本人ね、ですけども、まあ彼が帰ってきてね、これこのまま打順に入ってくると、ジャイアンツ打線は相当ね、腰痛から戻ってきました中川。オリックスから鈴木も加入してました。そして今の松井の様子など見てどうでしょうか。わかりませんけども、そうですね、ここは最後見逃しの三振です。2番手勝野が三振でベンチに帰っていきます。マウンド上は大きなピンチを一つ切り抜けました。バットが折れましたがセンター岡林掴んでワンアウトになりました。思うんですけどね、そして立浪監督出てきてここでピッチャーを変えます。